さあ、やってきました。今日はこちら VR チャットの中にある鬼滅の刃の無限城を再現したね、まあアトラクションというかワールドがあるということでやってきました。どうもアザラシです。某甲賀市のねバーチャル YouTuber の兄弟がね紹介してたのを見て行ってみたいなと思ってて、で人を誘ってきたんですけども、その人がねオキュラスクエストだったので、オキュラスクエストだと来れないみたいですね。オキュラスクエストの単体では。あれをパソコンにつなぐか何かしないと、多分容量の問題で来れないんですけども。結局一人で、体験していこうかなと思います。はは。ぼっちツアーをしていきます。うおー、この襖開くの面白いね。一応ね、某バーチャル YouTuber の動画で、絵は知っているが、じっくり自分で来てみないとわからないこともある。ほー。すごーい。自分の姿が見えないのがちょっと尺だけども。うん。すごいね、上も下も。下は？おー。こんな感じです。まあね、じっくり見ていきましょう、この世界を。ここにこたつが置いてある。この台の上から鬼舞辻無惨が、こたつに座っている加減の月たちを。ね。そんな、こんなこたつなかったよ。原作というか、アニメにはなかったよ、こんなシーンは。あと、ここになんか、ペンがありますね。すごいな、ペンもある。鬼滅の字加工。えい、えい。えい、えい、えい。字下手すぎか？えい、えい。ペンタブ持ってこようかな。はは。ペンタブ持ち出そうかな。これじゃ火にならん。まあ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 、まあまあまあじゃない？まあじゃない？まあまあじゃない？結構斜め上向いてるね。一旦置いて。はい。鬼滅のワールドにやってきましたということでね。無限城って書いた方がよかったか。鬼滅というより無限城欲しいな。で無限城も書く？やめやめとこ。無限城。あ、でもやっぱ書こう。ブレブレ。ちなみにこれ無限城で合ってんの？そういうとこよ。無限城。あ、無限の城になっちゃった。無限城って書きたかったのにな。はい。半端。わー。ミラー。あ、ミラも。はい。おほー。アザラシがバナナの姿をしているということは分かってしまう。楽しい。楽しいね。もう今はこの、現実では表現できないものをバーチャル空間で作るっていうことができるんですね。見てほら。口の形に合わせてバナナが喋っている。これね、キラスクエストとかがあったらね、手も自由に動かしたりできるんですけど、残念ながらマウスとキーボードでやってます。一緒に回るはずだった人はオキラスクエストなんでね、手とか手の身振り手振りが使えたりして、それはなんか表現豊かでいいなと思った。自分もいつか金が貯まったらオキラスクエスト欲しいな。あと、ユニティとか使って、アザラシの体をここに作りたい。と思ったり思わなかったりですね。さあ、この世界をもう少し堪能していきましょうか。どこからどう行けばいいんでしょうかね。てか、ここから降りれるんですかね。どういう設計なのこれは。降りるところがない。降りるところもないし、上がるところもない。
ひどい欠陥住宅ですね。こっちからこう、いやないな。あの橋を向かっていこう。てい。よし。ここに戻ってくることはできるんだろうか。ここに。すごいよね。すごいよ。なんか、こういうの流行ったらいいよね。他のアニメとかでもさ、アニメの街を作るとかさ。あの、アマンガスのゲーム、アマンガスってあの、宇宙人狼と呼ばれるあのゲームも、アマンガスのワールドもありました。この VR チャットの中には。あれはすごくいい出来だった。なんかありそうじゃない？なんかさ、探索したらなんかありそう。ギャー！あ、戻った。マップの端まで行くとリセットするってのはそういうことか。うおー。あ。ペンを置いてきてしまった。別のペン持っていこう。ピンク。よいしょーはーなんかの悪い夢みたい。ね、こうやって、線引いて。線引くたびに別のペンを持ってくるみたいな。そんな遊びもできますね。すごいなぁ。ね。どういう技術だろうと思うよね。3D 空間に絵を描いている。すごい。てい。あそこに行きたいな、あのなんか、あのあたりに。あそこも行きたいな。どうやって行くんだろう。そう。ここはいけそう。落ちれそう。おお。ここを探索するだけでも結構楽しいかもしれない。ここに行ったっていう、ここに来ましたよっていう印になるよね。だいぶ距離いってる。この辺には来てないかな？来たかな？広すぎて、今自分がどこら辺まで、どこに来たことがあるのかすらわからない。あー、落ちる。落ちない。ここから上まで上がれるのか。上がれるとこないな。なんて不親切な建物なんだ。不親切すぎる。鬼舞辻無惨。無惨。不親切な建物すぎるよ。ね、なんか一種のアートになりそうだね、これね。よい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 よ、酔っちゃう酔っちゃう。どっから来てんの？どっからここに来てんの？これはね、楽しいよ。楽しい。正直楽しい。ぜひなんか、VR チャットをやることができる環境にある人は、ちょっと体験してほしいな。この線引くだけでも結構楽しい。よっ。なんか秘密の道具売ってるおばさんとかいそうだよね。武器屋が、秘密の武器屋みたいなのがありそう。ないけどさ。そんなものはないけどね。あ、落ちちゃう落ちちゃう。またリセットだー。何があるってないは、あるわけではない。何があるってわけでもないけど、無償に楽しいです。何がやりたいのかわかんないよ、これじゃ動画で。動画で何がやりたかったのかわかんないよ。このまま無限にここで遊び続けてたら、それこそ無限城になってしまう。この辺にしとくか。これにしときましょうか。ということで、
お？鏡がどっちにどうなってるの？こっちか。鬼滅。汚ねえ線がいっぱい残っとる。鬼滅といえば無限の、無限城でした。無限城探索でした。なんか、たんびたんび、隙を見つけては、VR チャットの探索もしていってみようかなと思います。はい。今日はまあこんなとこで。ほんなまた。バイバーイ。